はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。10時半になろうとしています。7月は8日の月曜日ですね。自宅からお届けをしております。足怪我しましてね、痛いわ。歩いたらね、普段大丈夫ですよ。じっとしてる分には大丈夫なんですけどね、歩くとですね痛い。だから歩かんようにしてんね。お医者さんも歩いたらあかん、あかんとは言いませんけど、歩かない方がいいよって言って、松葉杖ついた方がいいよとか言われて、はーいって。行きましょう。一応ね、日経平均今日動いてるんですけども、価格に動きはないと。マイナス53とですね。ドル円 160.65 と、こっちも動きがないですね。原油高いね、82.86 と。ドルウォンはうにゃっとしていきましたね。1378というあたりでございます。さて、ですね、本題はですね、これですね、ウェッジですね。ウェッジオンライン、最近お見限りでございます。1年ぐらい前にね、美味しい中華を食べさせてもらいましたけど余計なこと言うたらあかんわやっぱりね、これね、葛西さんというね、JR 東海のボスがいましたよね。1年ぐらい前にお亡くなりになってますけども、グループの中では大ボスと言われてたんですけどですね、彼がですね、亡くなったことでですね、このウェッジというメディアですね、ちょっとですね、どうかなと。非常に予算潤沢なんですよ。今時海外取材に行けるメディアであらへんで、みたいなですね。そういう。なぜかと言いますとですね、グリーン車のですね、席の数だけは絶対売れるというですね。だからそれがですね、強みであったんですけども。今どうでしょう、グリーン車乗ってこのウェッジを取って、こうやって見てはる人いるんでしょうかね。たまに私も乗りますけど、ずっと自分のスマホ読んでますけど。あ、ウェッジあるわ、とかと思いながら。そうですね。でも今度乗ったら呼んでみます。僕自分のお金で乗りませんよ、グリーン車なんか。大阪のテレビ局に呼んでもらったらグリーン車乗ってくれや、ほんまに。ほんまに前は。さて、ですね、呼んでくれ。呼ばんで。安いね。はい。ウェッジオンラインでございまして、これはですね、7月8日今日出た記事ですね。エアバッグがないロシア車、中国依存が高まり続けるロシア経済、撤退後の日産やマツダの工場では中ロの自動車共同生産もということですね。ちょっとリードを読ませていただきますと、開戦から2年以上が経過したウクライナ戦争、この戦争の趨勢を見極めるにはロシア・ウクライナ双方の国民の意思を注意深く見定める必要があります。開戦当初から西側の厳しい制裁を受けることになったロシア。その中でロシア国民は何を思うのか。2022年、モスクワの様相をお伝えしますと。これね、こう書いてあるんですけどね。ヨーロッパのほとんどの企業は撤退をしました。工場を持ってる企業も撤退をしました。それでですね、プーチンはこれ、駅買えや、みんな国産に変えようとか言うたわけですね。ところがロシアのですね、工業水準ってのはそんなに高くないんですね。だからですね、欧米日のですね、自動車メーカーなんかが工場をそのまま置いてですね、もうあれですね、二束三文で合弁会社の方に株を売り渡して、はいはいならって書いた後の生産設備がそのまま残ってるわけですね。それをカッチャって動かしたらですね、ヒヨンと車が出てくるはずなんですよ。で、それをやってるんですけども、で、大まかにはやってるんですけど、端々うまくいっていないということが、ですね、ご指摘されてますね、ここでは。でですね、その部品なんかはですね、中国から買ってると。でもですね、出来上がった車はですね、このエアバッグがなかったりするんですね。で、エアバッグなくてもええんやめて、事故せえへんかったらええでも。あかんかったら、こんなにガーッと打って死ぬだけやん、そんな。6月に生産が再開されたアーフトバス社の、これは合弁ですね、西側と合弁していた会社の乗用車ラーダーにはアンチロックブレーキシステム ABS が付いていない。アンチロックブレーキシステムってよく知らんねんけど、購入者は冬が来る前に ABS なしの車の運転に慣れる必要がありそうだ、ロシアメディアは同月下旬次長気味にこう報じた。ABS って、おそらく40年ぐらい前の車じゃなかったでしょ。
思い出したらいいだけなの、そんな。大丈夫や、そんな、なぜこのようなことが起きたのか。アーフートバスは前日したフランスの自動車大手ルノーの傘下にあった。ロシアの自動車大手だった。ウクライナ侵攻を受け、ルノーは5月、ロシアの現地法人とアフトバスの株式を売却すると発表と。まあ、そんな感じですよ。で、ですね、プーチンはですね、そうやって撤退してた後の工場をもろたに、国内の技術が高まるんちゃうかということですけども、まあ、それで車生産できても、そんな車海外に売れないでしょ。だから、むしろ国際競争力が低下したんちゃうかと。ということですね。これはソ連時代と同じ構図ですね。ソ連時代はですね、海外から物が入ってこないんで、自国生産したものを使わざるを得なかったんですね。だからソ連製の工業製品なんて海外には絶対輸出できなかったんですよ。それと同じ構図に今なりつつあるんちゃうかっていうふうに書いてあるわけですよ。例えばね、ウォッカというのがありますよ。ロシア人はいっぱい飲む。ウォッカの瓶はですね、昔のウォッカの瓶って一回ね、蓋を開けたらね、閉められへんかったんですよ。いや、あの簡単な技術よ、ぐるぐるって回す。ああいうことさえできなかったんですね。だからですね、ウォッカは一回開けたら飲み切ってしまうとあかんねんっていうことになったわけですね。これはもしかしてソ連政府の陰謀ちゃうんかぐらいのことを言われたんですけど、実際は工業力はそこまで達していないという、驚くべきことでしょう。もう、初歩の初歩ですよ。それができていなかったんですね。まあそれは極端な例えですけども、でも今ですね、西側設備を受け継いで、やってね、国産でなんとかいけんねんっていうね、それはなんとかいけるかもしれません。エアバッグも ABS もない車 に乗るつもりであればですね、それでええんちゃうのということですけども、なかなかあれですね、もうその昔の鎖国状態のソ連と同じ状態にどんどん近づいているということです。で、ですね、西側の車が入ってこないんですけども、並行輸入というのは、簡単に言えばですね、第三国、例えば日本のホンダの車をですね、日本のホンダから買うことはできないね、ロシアの会社が。これは制裁でですね、買えないんですけども、中国に一旦輸出されたホンダとかね、あるいは中国のホンダの工場、まだ残ってます。で、中国国内なかなかガソリン車売れなくなってきた。それをですね、ロシアが輸入して、ですね、ロシアの会社が輸入して、ロシア人に販売する。これはありやんって言って。もうすでにですね、専属のディーラーが出し上がったみたいなことが書いてあります。まあね、そういうね、売ったらへんとかいう経済制裁って抜け道いくらでもあるんですね。だから、金さえあればですね、売るやつはね、その世界中にいますから。で、しかも中国という国がですね、もう全面的に協力してるわけでしょ、ロシアに。な、本題横流しするぐらいなんでもないやんと。まあそういう話ですね。はい。まあ、ただですね、なんとかそれでしのげてもですね、ロシアという国の国力がじわじわとですね、弱っていることには違いがないんです。そんなにね、大きな国ではありません。地図で見たらでかいんでね、すごい大国で強い国やというふうに皆さん思ってるかもしれませんが、人口は1億4000万です。GDP は韓国と同じ。韓国人口が5100万ですから、要は一人当たりの GDP は韓国の半分以下ということになりますね。まあそんだけ貧しい国なんですよ、本当は。ただしロシアの強みはですね、エネルギー資源、その他の資源が豊富でですね、外貨はさほど不自由しないというか、まあ割合潤沢と、外貨を稼ぐ手段も持っていると。そこがやっぱり違うところでですね、それでもってなんとか回してるんですけども、ロシア経済はどんどん疲弊をしていますからですね、そのうちですね、そのうち、なんて言いますかね、こう、国民の我慢もですね、限界に達するんちゃうかなと、みんなが期待してるんですね。いや、私も期待してるんですけど、でもね、ロシア人我慢強いね。ほんまに、それがあの国の国民性なんですよ。で、世界から嫌われることに慣れてんね、あいつら、ほんまに。はい、ちょっと複雑ですね、それを考えると。ということで、このウェッジですね、1ページも2ページもないかな、これは。ですね、そうですね。をですね、貼っておき、あ、ちゃうわ、あんねん。あんねん、1ページから3ページまであるので、1ページ目のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。